1ゴール決めました梅内選手にお越しいただきました。まずは本日のゲーム振り返ってください。まあ、前半は0対0で、まあ、プラン通りって言ったらあれですけど、まあ、そんな感じでいったんですけど、やっぱ後半立ち上がりの2失点が良くなかったなっていう、まあ、思います。今日のゲームの収穫と課題はどんなところにありますか？収穫という課題はやっぱ後半相手の攻撃を受けてしまったっていうのはやっぱ良くないので、まあ、自分たちから攻めていけるようにしていきたいです。次節への抱負をお願いします。まあ、3点も取られてしまったので次節はまあゼロで抑えて、まあ、より1点でも多く取って勝ちたいと思います。ありがとうございました。